正直さ、デンジ君って何者だと思う？相手の悪魔がデンジ君のこと知ってたみたいだし、あんな姿も初めて見たよ。一番謎なのが、あのマキマさんがデンジ君を気にかけてること。マキマさん、あちこちに行くのに最近は東京にいるのってデンジ君がいるからでしょ？デンジ君の秘密を知ってるからなのかも。マキマさん、呼ばせて聞いてみよっか。